インディアンザは釣れますから。だから、とか大好きなので、まあ、すぐ引っかかると思います。イライラすると星もともと持ってるんで、インディアンだと、あと、生真面目な人が持ってる星なんですけど、がひっくり返って、っていう癖があるんで、もともと持ってるもんだと思ってください。会社に推しがいます。その子を頭に浮かべてチョコを食べると甘く感じました。これは恋でしょうか。何なんですか。ではでは、ふぴさん、もしもし。もしもし。もう二人だ、すいません。何なんですか。ほっこりしましたよ。そう、突っ込んじゃいましたよ。ちょっと占いますね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ぬぴさん、お年をまず伺ってもいいですか？37です。この気になる推しはどなたなんでしょう？会社？同じ会社？会社の同僚なんですけど、年齢は、お相手の方の、ちょっとしたですね。初ポスターで29歳。その推しと付き合いたいですか？できればなんですけど、いろいろ引っかかって、ってるところがあって、踏み出せない。なるほど。から推しと言って制限。なるほど。今のところはまだ推しポジションなんですね。二人でご飯に行ったりとかは。とかはちょっと誘う勇気がなくて。推しだから。そうなんです。会社の飲み会で行こうみたいなのは、周りを巻き込んではやるんですけど。直接お誘いはしたことがないです。では、ぬぴさん占いまして、お相手も見まして、ぬぴさんが鳳凰なので、はい、金の鳳凰一回思い込むと強いところと、向こうがインディアン座なので、はい、彼は年上と付き合う星持ってますよ。で、ぬぴさんが年下と付き合う星を持ってるので、そこはいいんですよ。はい、で、彼が好きでいたいが強いので、向こうに惚れさせたら何とかなる可能性ありますよ。彼とヌピさん共通点で、二人とも麺類が好きなはずなので。あ、大好きです。ですよね。彼も絶対好きなので、はい、美味しいラーメンを調べて、このラーメンすっごい美味しそうじゃない、行かないって言ったら、行きます行きますって来ると思います。ラーメンで釣りましょう。ちょっと探してみます。インディアンザはほぼラーメンで釣れますから。ラーメンとか B 級グルメとか大好きなので。そうなんですね。ラーメンはすぐ引っかかると思います。引っかかるって言いますね。美味しいラーメン行こうって言ったら、本当に行こうって行けると思いますので。ああ、ちょっとめちゃくちゃピックアップしてみます。はい。それを何度か繰り返してください。ああ。でも、ヌピさんから連絡来たら、どこラーメン行きますみたいな。ラーメン交換するラインを作って、はい、じゃあ次の日曜日ここ行きましょうとか、来週ここいいですよみたいなやり始めて、向こうはここも美味しそうじゃないですかみたいな、仲良くなったらもうこっちのもんです。このラーメン作戦。なかなかなんか、この踏み込んじゃいけなさそうなラインをなかなか超えられない。そこじゃあラーメンをただ食べたいだけですか。ルビーさんは違うんです。その気持ちが間違えてます。邪心が入ってますから。私がラーメン食べたいと。一人だと。一人食べたいと。一人だとちょっとだから、誰かいないかな。はい、おー、たまたまいるじゃん、推しが。奇跡的にいるだけですから。たまたまだよって。どうって言ったら行こう。じゃあ、たまたまじゃあ行こうかって。ってことが大事ですから。うまくいってほしいな。でも褒めてくださいね。ここいいよっていうのを褒められると弱いタイプ。ただ、好意を感じると逃げる可能性があるので、好きですっていう感情が伝わると、ふわって逃げるんですよ。はい、天の邪鬼じゃなくて、選びたいから自分が。ちょっと手が届かないよぐらいな。ヌピさんあれですよ、この恋愛の話とかなったら、いやー、いつも誘われるんだけど、とか、まあまあでも、なかなかねって、この間もちょっとナンパされてみたいな、この人モテる人なのと思うと、俺が何とかしようって来るので、ラーメンとその作戦だけ忘れないでください。わかりました。全然彼氏いないとか言っちゃダメですよ。まあ全然、まあまあ、まあまあ、まあ、そういう男もいるんだけど、みたいな。まあでもなんか、ちゃんと付き合ってる感じじゃないしね、みたいな感じで。奪えるみたいな。難しい。演技がちょっと多すぎる。影はあるけど、奪えそうよ、私みたいな。そう。チャンスあるのかなっていう感じにすると、グッて来るんで。あえて、今もう3人ぐらい男はいるんだけど、3人いるとちょっと気持ち悪い。彼氏はいるんだけど、ちょっと今、まあ、あとナンパもされて、つって、どうしようかなってなんだけど、みたいな話した方がいいです。ああ。そういう嘘話してください。ちょっと演技力が高い。不安定しないで。頑張ってください。でもそしたらうまくいくと思いますんで、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。あ、失礼いたします。うわ、ついていきたい。中継したいです、そうだな、そうだな、つって、幸せいっぱい。このハートを隠せるか。今ラーメン食べるタイミングだから。そこだから結構好きって言った方がいいって飯田さんアドバイスでおっしゃってますけど、ここは好きって言っちゃダメなんです。そういうパターンもあるんですね。そのパターンもある、お気をつけください、頑張ってください。ではこの方です。ニコさん、現在副業と転職を目指しウェブ系の学習をしている32歳です。仕事も頑張りたいですが結婚も早くしなければと焦っています。現在お相手はいなくてたくさん人に会うように行動していますが相性のいい方に出会えるのか悩んでいますという方です。でも人をどんどん褒めていけばうまくいくと、この方は、議員のインディアンザなので仕事運がいい分、結婚運が遠のきやすいので持っていかれちゃうんですね。そうなんです、仕事仕事になっちゃって楽しくて、気づいたら結婚忘れてるみたいな方が多いので銀のインディアンザなので12月明けて1月に素敵な方に出会うので、知り合いの紹介をとにかく意識して見ておいてください。仕事に関してはそのままでも全然構わないので、2024年一回ちょっと辞めたくなるかもしれませんがそのまま継続しておくとうまくいくと思いますので、頑張っててください。はい、インディアンザの方って副業しても成功しやすいんですよ。忙しい方が安定するので、いろいろやるといいので、はい、頑張っていきましょう。恋はね、素直になってくださいね。うん、天の塾にならないように、はい、鮭フレーク太郎さんです。ありがとうございます。1年半付き合った彼との関係を続けるか悩んでいます。もちろん好きな部分もたくさんあるんですが、不意に別れを考えることがあります。彼との今後についてアドバイスをくださいという方です。はい、では鮭フレーク太郎さん、もしもし。あ、もしもし。どうも、こんばんは、ゲッターズ飯田です。よろしくお願いします。こんばんは、お願いします。鮭フレーク太郎さんはおいくつですか？23になります。お相手の方は？はい。同い年です。同い年ですね。23歳ということは、はい、社会人2人とも。私が社会人で、彼が、一浪しているので、まだ大学生です。学生さんなの？なるほど。ちなみに、何か不満があって別れを考えたりするんでしょうか？なんか決定的なものはないんですけど、これからずっと付き合い続けるっていう自信がなくって、ではでは、鮭フレーク太郎さんとお相手の方見まして、鮭フレーク太郎さん真面目なのと、はい、品格を持って丁寧なタイプなんですが、確かにひょうひょう淡々と生きてるんで、はい、そうか、二人とも金のインディアンザカーマイペースなんですね。で、彼の方が陽気、明るいのとすぐ調子乗るんで、おだてにすぐ乗るタイプですね。元の相性で言うとそうですね。今はお互い運気いいので、そこは問題ないんですが、はい、じゃあ将来のことっていうと、鮭フレーク太郎さんの結婚願望やや強いので、彼のところのいい加減さがちょっとどうなのっていうところがだんだん引っかかってくると思うので、2025年、6年にもっといい男性が現れますよ。うん、そうなんですか。ただ別れ下手なので、縁切れないと思いますが、だから謝られたら、鮭フレーク太郎さん意外と許しちゃいますもんね。ごめんねとか言ったら、なんか、まあ、謝るんだったらもう一回って飲み込む癖あるので、占い上で言うと結婚しないと思います。恋愛運はいいですけど、結婚するときに年上って出てるんで、まあ今は恋愛で楽しんでおくといいと思います。彼も年下と結婚するって出てるので、縁で言うと同級生とお付き合いは出てますけど、あとこの1年ぐらいのお付き合いだと思います。2025年、6年にもっといい男がおられます。なんか決定的な不満がないとね、なかなか踏ん切りつかない感じですか？そうなんです。なんか彼はずっと自分から振らないって言ってくれるんですけど、はい、私はなんかそこまで言い切れないなと思って。あ、でも別れ下手の人、これ他の方もそう、好きでもないのに別れなくて、なんかなんとなく我慢してるような感じもするし、うーんってなってるのって楽しくないので、楽しくないとパッと別れてもいいですよ。時間の無駄になるの。もっと楽しめる人とか、もっといい人いるので、相性で言うといいところももちろんあるんですけど、全体的で言うと、そこまでどうぞっていうバランスじゃないので、悩むんだったら切り替えてもいいと思います。はい、好きな部分もあるし、楽しくないわけではないんですか？そうです。一緒にいるとやっぱ楽しいんですけど、なんか、離れたりすると、いろいろ考え
たりしちゃいます、それ東島さんも同じ星持ってまして、え、会ってない時にイライラする星持ってる付き合ってて会う時はすごいキャキャキャ嬉しいんだけど、会うまでイライラして、しばらく会わないとイライラすると星もともと持ってるんでじゃあその星持ってる人は頻繁に会った方がいいですか。インディアン座の方多いんですけど、ちょっとインディアン座とあと生真面目な人が持ってる星なんですけど、寂しいがひっくり返ってイラつくっていう癖があるんで、それね、もともと持ってるもんだと思ってください。まあ、みんなったら別に相手の良さ伝わるんですけども、でも最終的に彼の段取りできないってことが、ちょっといい加減なところが引っかかってくると思うので、今はまあまあ楽しくお付き合いして、違うなと思ったら別れることも練習いるので、はい。いろんなことあったとしても、これは違うと思ったら、パッて別れる勇気も出すといいと思いますので、参考にしてください。わかりました。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。まさか東山さんが同じでしたか。会わないとイライラするんですよ。あ、そうですか。マイナス妄想が膨らんで、気をつけよう。あいつの嫌なことを、彼氏の嫌なことをでも会うと大好きなんです、あ、大好きなのに、でそのデートが終わってると、あいつの来い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 なりやすい、なるわけ、なりやすい、もしありますよってだけですから気をつけときましょうね。インディアン座の下1桁8番とか、0番持った人にありがちなんで気をつけてください。怖い星あるなあ、またまた組み合わせによって出てきます。ここまでのお相手はゲッターズ井田と東島恵里でした。ありがとうございました。